一方、高知市の高知工業高校に登校してきた生徒たち。時計の針は午前9時を指しています。まん延防止を受け、高知市内の県立高校や高知市から通学する生徒が半数を超える県立高校14校は、始業時間を1時間程度遅らせる措置を取っています。通学時の混雑を緩和し、感染リスクを下げる目的です。今日2学期がスタートした高知工業高校は、通常午前8時40分の始業時間を1時間遅い9時40分にしました。生徒の2割から3割が公共交通機関を利用していますが、学校によりますと遅刻する生徒もおらず、スムーズに登校できたということです。今までないぐらいにコロナが高知県増えてきていると思うので、ちょっと今まで以上に気合い入れて頑張っていきたいなと思います。時差通学は今月10日の金曜日まで行われます。